やれやれ、氏康はやはり出てこぬか。兵たちに盛んに挑発させてはおりますが。北条の臆病者どもめ、かくなる上は愚策ですね。なんだと若造が。謙信公でさえ落とせなかった献上を力攻めなど、兵にどれだけの被害が出るか。若殿までなんと弱腰だ。ここが踏ん張りどころで。潮時かの親方、立ち退きに際しては城の周りに火を放ちましょう。我らの撤退を見れば挑発も少しは効くかね。少しでも釣り出して叩ければいいのじゃが。だが、すでに勝ちは見えておる。時が惜しい。急ぎ本狂わに向かうぞ、正幸。はっ、なれど、北条の警戒も厳重。兵が各所を見回っております。敵に蹴取られては偵察になりません。見つからぬよう、注意して進みましょう。そろそろ交代の時間だな。城の警備は万全。この見回りをかいくぐって近づく者はいまい。あの者を覗かねば進めません。迅速に打ち、道を開きましょう。くせ者、まさか武田の。救い城は海への進路の途上にあります。ここから兵を出されては危うい。背後を疲れることになりかねないものな。故に備えを見定めておかねばならぬ。はい、さらに可能であれば板棒を与え、敵の出陣を牽制しておきたいところです。無働きなど自慢にならぬ。敵に蹴取られずに済んだか。うまくいった。騒がしい。何事だ。配置替えの時間だな。開門。見回りが動いたが、あちらからは進めぬな。少しでもこの城の戦力を減らしておきたい。ここの敵を倒せば、ホンクルワに抜けられるはずです。ならば強行突破だな。一気に蹴散らすぞ、正幸。
すい。この程度でよかった。戦果もなく引き上げ、さらに追撃を受けるなど無念だな。それも親方様のお考えのうちか。そうなのか。この戦の意味とは一体。騒がしい。何事だ。取られてはおしまいだ。見回りに注意せねば。見回りをかく乱しておこう。行け。遠慮、小田原から引いた武田軍、すでにこの城に迫っております。なんと、のんきに見回りなどしている場合だろうか。どうにも想像し、見回りを増やすべきではないのか。さらに新手か。これ以上進むのは難しいか。正幸、私が北条の兵を引きつける。お前は山道から回ってコンクルワを目指してくれ。こちらにクセモノがいるぞ。援軍を頼む。開門。勝頼様、おとりなら私が。行ってしまわれた。無茶だ。武田が来たのか。急ぎ手助けするぞ。このまま引きつければ山道が開く。正幸、頼んだぞ。子犬に紛れ込んだか。しつけの時間だよ。確かこちらの方から。悪いが、そこには忍びを潜ませてある。やる。誰だ。まずはクルワから見回るか。そこもまた我が術中である。やれ。何やつ。奴を倒せねば引かせてはくれぬだ。遊ぼう。勝利条件変更。敗北条件変更。敗北。すでに受け入れ。武田の希望を担う双璧。ここで壊しておくのも一興か。なんだ、もののけ。いや、これが北条の風魔か。無働きなど自慢にならぬ。
戦果は上々です。急ぎ戻りましょう。されど勝頼様、二度とこんな無茶は。逆の立場であればお前もためらうまい。同じことだ。それは無論のこと。ありがとうございます、勝頼様。正幸、こたびの北条攻めは誤りだったのか。このような益のない戦は。いいえ、親方様はすでに目的を達しておられます。故に迅速に軍を引かれたのです。父上の目的。こたび上杉は動きませんでした。それで上杉。そういえば。はい。されど武田も上杉と和睦している。義に縛られた上杉はどちらも攻められなかった。上杉頼むに足らずと見た北条は武田との関係修復を図るでしょう。なるほど。ただしそのためにはもう一押し。親方様、北条のご詰めであった。思いのほかたくさん連れちゃった。何をのんきだ。ここは急ぎ撤退。ここは軍を二手に分けましょう。貴様、何を申しておる。はぁ、よくしげはまだ策を。別動隊で志田峠を迂回し敵の背後をつきます。奇襲してきた部隊をさらに奇襲するわけじゃな。面白いが、別動隊にあまり兵は避けぬよ。無論です。大部隊で動いては敵に悟られる。極少数の兵を率いて私が当たります。バカな。大軍に囲まれようとしておるのに軍を分けるなど。正幸が奇襲を成功させるまで持ちこたえればいいだけのことだ。若殿。父上、正幸の策に任せましょう。策がなるまで本陣は私が必ず守り抜いてみせます。勝頼様。よかろう。頼んだよ正幸。はブーンを祈るぞ正幸。は、勝頼様。